さっきのやつが、あの、後ろの刑事の前に割り込んだのよ。うん、で、そしたら、その時に、あの、後ろに今いる刑事がパッシングしてたのよ。うんだ、危ねえよっつって、うん。で、その後今度俺のことパッシングしてきて、うん、まあ、抜いてたやつがね。うん、俺がほら、引き下がんなかったじゃん。うん、後ろの刑あんまり近づいてこないもん、そうだね、ちょっと開けて。怒らせるとヤバそうだなってなんか今すげえ普通に走ってるけどなんか怒らせない方がヤバそうその人橋はすっきりしたのかな、うん、かもしれない、うん、GPS の地震止まりだ。
そうだね、御朱印と意外と道の駅のスタンプに行くって感じだよね。まんべんなくダムカフェ2枚か、うん、そうだよね、2枚か、うん、100名称はなかなかね、うん、こう連発してあるわけじゃないから、うん、まあ、100名称もいたしね、うん、結構こうバランスのいい感じだよね、うん、新たに加わってハイウェイスターもありますし、うん、そうだね、収集が止まりませんよ。気が向いたからね。かな。AB 型だから。暇だったの、食べたの。そういうところにこう気を回してる余裕があっただけで、きっと。こういうことあんまり言うとあれだね。何も。全部入っちゃいけないの。まあ。GPS を受信できません。いや、あんまりするんですよ。あ？それを帰ったら早速少しトップで浴びてからやるか、やるの？明日どうせ遅番だからさ、まあね、電話急げてやろうかな、いいんじゃない？え、本当に全部入れるの？いや、だから入れるって言ってんじゃん、しつけえな、え、今のもんじゃ、よほどまずいなっていうのは、まあ、カットするなり音声そこだけ潰すなり編集ができるんだったらやる、簡単に、
近いんじゃないですか、そうそう。あ、じゃあ日立のか。まあ日立のだね、牛久だけど、ようか。ケンジ君家って近いの？ここから。だから牛久大仏の方。あ、じゃあから、まあ、距離はまだあるの。うん。消化遠いな、おい、随分なんでだ、こんなおかしいなあ、もうじきなんか1時間ぐらい遅れちゃうな、これやってよ。そうだよね、もうなんでだろうね、これ ね、 到着予定時刻は10時ちょっと過ぎだったはずなんだけど、これまだ日立の牛久ってことはどういったことだ、これナビがおかしいのか、俺私のところ20万もするナビ買ってて、何だお前、19,800円、いわゆる1キュッパのナビの方が性能いいじゃないですか。